ペーター・シュライアーは、ドイツのトノール歌手、指揮者である。ペーター・シュライアーとも表記される。ザックセン州センで生まれ、マイセン近郊の小村、ガウエルニッツで過ごした。そこでは、彼の父親が教師と教会の学長、オルガン奏者をしていた。1945年6月のドレスデン空襲の数ヶ月後、10歳になる直前には有名なドレスデンの 聖十字架協会の少年聖火隊である、聖十字架合唱団の寄宿学校に入学した。合唱団はその頃再編されつつあり、他の数人の少年合唱団員とともに、ドレスン郊外の地下室で生活した。1959年8月に、ベートーベンのフィデリオで第一の囚人役を歌い、プロ音楽家としてのデビューを飾った。続く数年、 モーツァルトの二つのオペラ、高級からの誘拐、魔キで成功した。1963年、東ベルリンのウンターデンリンデン通りにあるベルリン国立歌劇場と契約した。プロとしてやっていく自信を見出せずにいたが、カール・ベーム式、トリスタンとイゾルデの若いスイフ役で、1966年にバイロイト音楽祭に初登場したことで、ようやく活路を見出した。 1966年にはウィーン国立歌劇場、1967年にはザルツブルク音楽祭にデビューした。戦後最高のモーツァルト指揮者であるカール・ベームの下で、数々のモーツァルト作品を歌い、彼自身もまた最高のモーツァルト歌手であると、みなされている。しかし、バーアグナーのラインの黄金、ジークフリートでは結出したローゲとミーメを歌った。政治的な保守派で、 親なち的イメージを持たれることすらあった。作曲家、プフィッツナーのオペラ、パレストリーナの主役を、世界初演の地であり、この作品が、しばしば上演され、かつてはなちとも縁の深かった、西ドイツのミュンヘンだけでなく、半なちが国勢であった、東ドイツの東ベルリンでも歌い、当時の東ドイツで論争を呼んだことは、彼の経歴の中でも重要な点である。 バッハの受難曲のエヴァンゲリストも卓越し、1979年東ベルリンで行われた、マタイ樹南曲250年記念演奏会でも、見事な歌唱を披露した。2000年6月、オペラの舞台から引退。最後に出演した演目は、魔敵の王子タミーノであった。もはや若い王子にふさわしく歌い演じることはできないというのが引退の理由であった。彼はそれまで、 歌手生活を2005年中頃には終えたいとの考えを示していた。シュライヤーは活動初期からドイツ歌曲の優れた歌唱でも知られ、今なお傑出したシューベルトやシューマンの歌い手である。J.S. バッハの音楽も若い頃から重要なレパートリーの中心としてきた。1970年以来、シュライヤーは指揮者としても活躍し、 モーツァルト、J.S. バッハとハイドンの作品を特に好んで演奏した。バッハのオラトリオの演奏ではしばしば指揮とエヴァンゲリストの歌唱を兼ねることがあった。日本では2005年2月4日に石川県立音楽堂で行われたオーケストラアンサンブル金沢の定期公演に登場し、またい受南曲を全てアンプで指揮しながらエヴァンゲリストを歌ったのが日本では 最後のエヴァンゲリスト歌唱となった。2005年末で歌手生活から引退し、以後は公の場での演奏活動では、式に専念することを発表して、世界各地でお別れ公演を行った。日本では11月10日、11月12日、11月14日、11月16日の4回の公演によって、ファンに別れを告げた。岡屋で行われた。 シューベルトの歌曲集、冬の旅の演奏会が、日本で歌手としてのシュライアーに接することのできる最後の機会となった。2005年12月22日、チェコのプラハにあるルドルフィヌムのドボルザークホールにおいて行われた、チェコフィルハーモニー管弦楽団定期演奏会で、ジェイス・バッハのクリスマスオラーラトリオ第一部第三部を指揮し、自らもエヴァンゲリストを歌った。これは、 シュライアーの歌手としての完全引退公演であった。同一プログラムで行われた前日の演奏会同様、約1100人収容のホールは満員であった。引退後は指揮活動と教育活動に重点を置き、若手音楽家の育成に当たった。自身の出身であるドレスデン十字化合唱団の指揮なども行っていた。二0 1九年十二月十五日、ドイツドレスデンで、 闘病生活の後死去。84歳だった。ペンギン CD ガイドでは、シュライアーのシューベルトの白鳥の歌の録音について、声が衰えたことを認めつつ歌詞に沿った声の表現を、称賛し、同じ表者は、冬の旅についても、詩の読みの深さ、表現の的確さを称賛している。バッハにおいては歌い手指揮者として一流であり、 現在最高のバッハ演奏家の一人である。ありがとうございます。